この度ですね、本日の13時頃ということになりますが、原子力賠償紛争解決センターの方から調査官を通じてですね、電話がございまして、本件、本申し立てについては、和解案を提示することができない、本申し立てについては和解案を提示することができないとして手続きを打ち切る旨の連絡がありました。今回この集団申し立てのですね、申し立てになっていらっしゃる方々は栃木県のですね、那須町、そして那須塩原市、大田原市、三市、これを那須地区というふうに呼んでますけれども、この那須地区のその住民の方々が申し立てになっております。それで、そのなぜその和解案を提示することができないのかというところなんですけれども、ポイントとしてはですね、センターの方ではこの自主的避難等対象区域と比しても空間放射線量が低いとは言えない時点が点在していることが認められるというふうなことは書きつつも、そのような場所では個別具体的な事情により日常生活に一定程度の阻害が生じていた可能性を否定することはできないというふうに書いているわけです。要するに那須地区に放射能汚染と被害があることを、事実上認めているというふうに評価できるかというふうに思います。しかしながら、本件についてはということで申し立て人ら全員あるいは申し立て人らのうちの子どもおよび妊婦全員に一律の金銭賠償を認めるべき共通もしくは類似の損害の存在を認めることが困難である、だから和解案を提示することができないというふうな形で打ち切られているということになります。今回ですね、センターというものは被害の存在というものを那須地区に実質的に認めながら、その被害者をですね、救済するための努力を怠った、それが私としては一番大きな問題かというふうに考えております。こんなふうに栃木県にこれだけ広域にですね、これは地表に1平方メートルあたりの、セシウム134と137の効果物の、推定値、航空機モニタリングによる推定値なんですが、こういう面的な広がりを持っているということを全然なんていうのか認めようとしていない。しかも人間は社会的人間生き物であって動き回るわけですよね。さらに食品はこの中で流通するわけです。だから自分の住んでいるところがたまたまちょっと外れたところにいたからといって、その被害を全く受けないわけではないわけです。実にこう類型的に被害を受けているということを認めようとしなかったというところを非常に残念に思っています。いかにこの国が、原発事故の被害というのは福島県に閉じ込めたいのかということの表れだというふうに感じて非常に憤りを覚えております。以上です。